2回にわたって秀子コルトン先生にバーベキューに合う料理を教えていただいておりますが、今回はですね、アメリカのキャンプファイヤーではもう定番のスモアをピザ風にします。スモアってマシュマロとチョコレートをクラッカーに挟んだデザートですよね。はい、もう子供は大好きなんですけれども、これをですね、本当に簡単にピザ風にアレンジしたものなんですね。スモアをピザ風、はい、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。材料です。市販のピザ生地にチョコレート風味のスプレッド、マシュマロ、いちご、ミントです。ピザ生地なんですけども、一からもちろん作ってもいいんですけれども、アメリカのスーパーではですね、手軽に冷蔵ですとか冷凍のセクションに売ってます。はい、はい、でそれをですね、解凍させてふっくらさせたものがこれなんですけれども、なるほど、ちょっと茶色いですよね。はい、これはですね、ホールウィートなのでお好みで白でもこちらでも使っていただければと思います。はい、ピザ生地を広げます。これだとちょっと大きいので、半分使います。でも手でこういう感じでどんどん広げてってくださって大丈夫です。フライパンにオイルを引き、そこに広げたピザ生地を乗せ、両面うっすら色がつくまで焼きます。なんかピザっていうとどうしてもオーブンに入れなきゃいけないようなイメージがありますけど、外のバーベキューでもハンバーガーとかホットドッグだけじゃなく、こういうピザもすごくいいと思いますね。ソースに使うのはこちら、チョコレートとヘーゼルナッツのスプレッドで、日本ではあまり馴染みがないかもしれないですけども、もともとイタリアではもう本当に皆さん大好きで、朝食のパンに塗ったりクレープに入れたりとかしてます。これミテラという名前で売られてるんですよ。これよくスーパーマーケットとかで見かけますよね。いいですか。すごく、あ、本当だ。チョコレートスプレッドなんですけれども、もうちょっとこう香ばしいアーモンドのヘーゼルナッツの香りがふわっとナッツの香りがしますね。生地全体にスプレッドを塗り、薄く切ったイチゴとマシュマロを乗せます。チーズ、いちごこんな乗せちゃってよかったですか。大丈夫です。大丈夫ですか。すごいフルーティーなちょっと乗せすぎちゃったかな。ホイルをかぶせて蓋をして、マシュマロが溶けるまで弱火で7分ほど焼きます。7分経ったので開けてみます。うわー、すごい。いやー、いい香り。これは相当甘い香りがすごいですね。かなり気分がアップする。ピザのように三角に切り、お皿に盛り付けて、はい、スモア風デザートピザの完成です。ピザ団で手で失礼します。もうアメリカンのデザートですし。うわー、すごい。じゃあガブッと食ってみます。はい。うん、いただきます。うん。すごいシンプルなんだけど、このイチゴがやっぱり効いてますよね。ナッツの香りがすごく、このチョコレートとイチゴもそうなんですけど、このマシュマロのふわっとする甘みがすごく心地いいですね。で、本当にお好きなサマーフルーツ、ブルーベリーですとか、ラズベリーとかのせられでもすごく美味しいですよ。皆さん、今日はですね、バーベキューにぴったりの爽やかなドリンクを用意しました。わ、味わってみてください。何ですかこれ。これはですね、ローズマリーなんですけども。こんなすごいおしゃれ。いただきます。うわ、どうですか。さっぱり、すっきり。本当に簡単で、シンプルシロップにローズマリーとセージを香り付けしてるんですね。で、スパークリングウォーターとレモン汁を入れてます。それだけ、はい、うわ、本当におしゃれな、スワーッと爽やかな。おいしい。ということで、2回にわたりバーベキューに合う料理を教えていただきましたけれども、本当にバーベキューで手軽に作れるお料理でした ね。あとアウトドアでもインドアでも、楽しくパーティーにも活用できると思いますので、ぜひ作ってみてください。はい、もうぜひいろいろ使わせていただきます。ありがとうございます。